よーし、やっていこっか。どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、一応前回は、エリカ戦を倒して、で、その昔ピクシーがちょっと毒になっちゃったんだけど、まあ、大丈夫やろ。一回、ピクシーは、亡くなってもらって、まあ、不思議草とかシャワーズのレベル上げをしていきたいかなとは思うんだけど、シャワーズね、ちょっと、技がね、あんまりないからな。で、不思議草は、早めに、技を使い切ってもらって、メガドレインを覚えさせるみたいな感じでいきたいんかな。で、ピクシーが先に死にそうだから、先にピクシーをギリギリまでちょっと戦わして、で、ここのアイテムをどんどん取っていくっていう形を取っていきたいかなと思うんだけど、どうなんすかね。今回はセーブできるかな。一応ね、やっぱ霞戦過ぎた後ぐらいからは安定して敵を倒せていってるんだけど、まあこれは多分ガンガン行っていきたいね。よし、オッケー、オッケー。で、ズバッと、まあどんどんピクシーでやっていこう。ちょっと死ぬまでピクシーでレベル上げつつ、まあ倍速にしてやっていくと。最初のね、この動画開始はね、ちょっとな、最近、ビデオカメラが壊れたから、ちょ片手で、ポケモンしながら、ちょっと録画をするという。これで動画と、音を合わせるというね。で、ここを最低限敵と戦って、アイテムを集めて、っていう感じで、まあ、抜けていこうかなと思うんだけどな、穴抜けの紐いらんな。携帯でこの動画を撮りながら操作をするような感じになってるんだけど、それをするとね、ちょっとね、攻略サイト使えないんですよね。ここを倒していくか。まあここはね、レベル上げでちょっと倒していこう。まあ倍速も使いながら、スリープ、もう26か、やばいね。やっぱでも HP が多いから、その死ににくいっちゃ死にくいね。よし、 OK。 でここの下は何かあるんかな。攻略サイト見れないんで、あー何もないんか。どんまいどんまい。上から来たから下に行く右。で、こっから迷路があるんだけど、この迷路のところが、ちょっとあれなんだよな。倒すか。なんか鬱陶しいような気がするし。こいつも倒して、おそんなにおるんか。まあまあ。ピクシー倒してもらって、逆に倒してもらってピクシーを。全然倒れないし。ああ、全体一撃かな。まあ、全体一撃でもいっか。ちょっともったいないけど。まあ、PP エイダー使えばいいから。バブル光線でさえ一撃か。もう倒さんでよかったかもな。まあ、PP エイダーあるから大丈夫よ。で、これも PP エイダーで、多分最悪悪あがき使えばいいから、HP。てか、全部技なくなったら。で、バブル光線使って、最悪な。ただ、回復ないけどな。今度は。あ、いいね。どんどん倒せていきようのはいいけど、この辺はどうなんだ。お、なんかアイテムあるね。これは技マシン10。これ突進だったかな、10は。いや、捨て身、うわ、最悪。で、まあ、ここら辺ぐらいからもうピクシー死ぬかな。で、ピクシー死ぬと思うから、まあ、不思議草のレベル上げ、いこうかな。毒の粉も使っていきながら、ここでアイテムを、おいし、死んじゃったね。アイテムも集めながら、不思議な目はね、いいよね。一回。あ、でも、元気のかけらもうすでに使っとこう。なんかあって、た時に対応できない可能性があるから、だから絶対これ間違えたね。絶対間違えてるな。ここ行ってこう行って、一応ピッピ人形を使ったから、トントン、よし。このアイテム取った。ここはここのアイテムは意味ない。わだマシンにゲット。これはなんだ、おマックスアップゲット。エレベーターの鍵取る必要ないよな。取ってもいいアイテム落ちてないから。で、ここのやつも取っていきの。遠いね。
うわ、うんま。俺、ソースはうんま。これも取って、月の石いらん。これ、角ドリルだったよな。で、角ドリルいるから、いるからってか、誰か覚えるんかな。抑圧アールがあるから、抑圧アールガンガン使っていきたいから。これ、左んところあるね。よしよし。これはここ行ってからのこう。傷薬いいね。これはこう戻っていきの、こうして、こうして、で、こうして、こう行くわけね。よし、オッケー。これ、上行く必要ある？うわぁ、敵いるんだ。こっちの方は、あ、なんかアイテムある。よし。よし、じゃあここで、見ますか。攻略サイトを見ながらね。倍速で一気に進めたから。隠しアイテムのところなんかあるかな？ポケモンタワーの前。で、うわ、最初にあるんか。最初か。ここ今どこだろう？ D？ ここ今どこ？あべ、ここどこかわかんねえ。ここどこだ？ここがどこかわからない。あ、ここか。ん？え、違う。エレベーターがあって、あ、C！ C とか B とか言われてもわからんよね。これ行ったら C。あー！ここのさ、上って、ここ、そうなんや。ここ、地下1階なんだ。で、C に行きの、で、ここのアイテムは全部取って、ハテナはない。じゃあ B に行って、で、こいつを倒した？これ倒したっけ？こいつ倒したっけ？倒したね。倒して、うわ、わかんねえ。ここにハテナがある。さっきのモンスターボールの隣に、ハテナがある。わかんねえ。あれ？ないじゃん。さっきボールどこにあった？さっきボールあったじゃん。多分あったじゃん。あれ？あれ？え？そう、技マシン10、ステミナックルの隣にあったじゃん。あれ？え、絶対ある。攻略サイトが嘘つくわけないんで、絶対ある。え、どこ？嘘だい？あれ？あれ、マジでない。てか、このハテナ何があるんだろう？全然わからんけど。ぐちゃぐちゃ書いてんだよな。あれ、ない！あー、取っちゃったからないのかな。あれ、ないな。マジか、ないじゃん。ないじゃん。え、マジかよ。一応、マス的に、この辺なんだよな。じゃあ、ここの下のところ、ちょっと、綿密に。ゆっくり、ない。ない、もうない。よし、諦めた。ない。ないです。そしたら、ハテナは、うわ、榊線のところに、一個あるぞ。榊線のところ、いい傷薬がいらんな。ま、あってもいいけど。なるほどね。で、そしたら、この奥のところに、ハテナがある。何のアイテムかは知らん。はい、間違えたと。はい、普通に間違えたと。はい、普通に間違えたと。こうして、こうして、こう。で、トンチョン。よし。んで、こっちの、ん？ここだっけ？
あ、違う、榊戦やるかな。たまにはやってもいっか。レベル上げたいしな。あーでも毒、でもいける、いいいい、もういっちゃ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 い、とりあえず、あー、ドガースドガース来るじゃん。あー、まあ嫌切りかな。うわ全然効かねえ。あ、まあまあ、あい、こっちも効かんけ、いいか。うわ体当たりやめてくんねえかな。スモックずっとやってくんない。よし、オッケー。で次はズバッと、ズバッとも毒飛行ダメあれ毒の粉使えないな。あ、まあ大丈夫やろ。うわ、そっか。吸血が虫タイプで毒4倍なんだよな。まあシャワーズ行くか。シャワーズで体当たりかな。噛みつく覚えてんのか。噛みつくやっとけや、そしたら。やべ。あー、やめときゃよかったかな。結構食らっちゃったな。で、鍵。あー、持ち物いっぱい。月のシーラ。よし。エレベーターの鍵、いい傷薬のために、あれだったか、ちょっともったいなかったかな。ここね、ここの奥か。ここの奥に、こうして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 、上行って、下行って、レッツゴー。エレベーターの鍵、あ、うわ、なんか戦っちゃった。うわ、しかも、すげえいっぱいおるやん。うわ、こらった、やべえかな。でも、レベル19やけど大丈夫か。電光石火買いたいかな。必殺の、よし。よし、外すなり。あぶねえ。ちょっとやべえぞ。うわ、ラッタ出てくるんか。一発耐えるやろ。えぎり。尻尾振る。急所。え、待って。これ電光石火死ぬかな。いや、死なんやろ、さすがに。耐えたり。うわ、レベル上げ。うわ。うわ、やべ。ちょっと油断したかな。うわ、どうしよっかな。うわ、でもこいつら強えな、結構。うわ、マジかよ。あれ？あ、ハテナって一番最後に戻るところか。まあ、エレベーターの鍵取ったから、うん、あそこ行くか。4階？まあ、ピクシー。うわ、ロケット弾おるんか、ここ。ピピ人形、あれやったな。元気の塊は使いたくないもんな。うわ、どうしよう。これはもらうとして。え、ゴミ？いや、これいらんか、さすがに。いい傷薬のために、ここまでは。うわ、死んじゃったなぁ。てか、いや、こいつらあれだなぁ。不思議だねぇ。てか、不思議そうと相性めちゃくちゃ悪いなぁ。あの毛の紐使って。うわ、めちゃくちゃ、そう、一回もあれだな。一回も回復してないから、ここに戻ってくるんだ。玉虫って言って、じゃ一回アイテム整理かな。よし、アイテム整理完了。とちょっといろいろ調べたところ、結果、不思議そう死んじゃったじゃん。今後どうしようかなと思ったんだけど、元気の塊結構手に入るっぽいんで、不思議そうに使います、一回。これね、元気のかけらとあれ、逆やったらよかったんやけど、もう元気のかけら1個しか手に入らないっぽいんで、しょうがないかな。うわー、逆やったらよかったな。ピクシーに使いたかったな、ならね。で、これ美味しい水あげて、で、今日行きたいんだけど、今日行く前に、最高記念室をちょっと、ピクシーに覚えさせたいのと、あとね、
今日はいいところで倒したいから、もうちょっと不思議そうのレベル上げていきたいかなっていう感じなんだよな。とりあえずこれもらう。で、これ誰覚えるんかな。ピクシー覚えるんだっけ。ピクシー覚えるよね。ピクシー覚えれるから、まあ、今日倒すときに覚えさせてなんとかやっていくっていう感じでやっていくのと、ポイントアップをどこで使うか、まあ、ちょっと悩みどころなのと、あと、モノマネ、あ、ここか。ここの2階で、なんかモノマネが手に入るから、まあ、ここ困るか。行きたいね。あとどうしよっかな。マンキーのところ。夏目線のここは、絶対かん。ピクシーが死んじゃう可能性超高いから。まあ、不思議そうなら、なんとか戦える。今回今一つだから、なんとか戦えるかもしんないけど、結局空手チョップとかされると、あれ通常技なんで、超痛いんですよね。なので、いけないと。で、ロケット弾は不思議そうと運が悪い、相性悪いからいけないと。じゃあどうするかっていう話やな。どうしようか。レベル、不思議そうのレベルを上げることは確定なんだよな。アーボック。まず自信取るか。多分自信はさすがに、自信は一番上だったよな。あ、一番上やけど、あれか。カドキがいるんか。あ、いらんわ。いらんわ。ここなんだっけな、ここワンリキーとかだったかな。シャワーズとか回復したいんだけどな。うわ、ここなんだっけな。ピクシーちょっと今どんな感じ、怪力あるんだっけ。あ、レートビーム。そっか、レートビーム。ピクシー先頭にして歌って不思議そうに変えてレベル上げていくかな。ゴリキか。ワンちゃん歌う。よし。で、歌って、で、眠るやん。そしたら、シャワーズに変えて、で、砂かけ、一回やって不思議そうに変えて、睨みつける、毒の粉、ゲタグリ、今回今一つ、もっかい、砂かけしたいけど、微妙だな。まあ、耐えたりでいっか。ほらねー、これがあるんですよねー。やめときゃよかった。うわ、マジか。砂かけしたのに。あ、やべえ、これ。いや、ピクシー一体で行くのがいいか。三掛け。あれ、俺前回どこで終わりしたんだっけ。あれ、前回の記憶がない。あれ、前回。俺前回どこで終わりしたっけ。あれ、前回の記憶が全くない。いや、これちょっと戻そっか。あ、ここだ、ここだ。あ、じゃあこれ戻すのあり、これ戻すのありかも。これ戻すのありだな。ここで元気のかけら使ったけど、元気のかけら使わずに、行こう。これ行ってアイテムを取るのはいいんだけど、ちょっと待てよ。ピクシー死ぬやん。ピクシー。ピクシー死ぬ。
不思議そう、レベル上げれないなきついな。まあなんとかなるか。ここ不思議そう、レベル上げたらいいんじゃねえか。あんま敵強くなかったよね。ここ何回か繰り返す。で、不思議そう、レベル上げよっか。ここで普通に。ちょっと、ちょろちょろやるか。スリープ。矢切り。念力。ああ、念力使うよね。じゃあここ一回こうロードして。で、ここちょっと、往復しよう、往復。ちょっと見よう、敵を。スリープは、相手は、あ、ちょっと待って。これ、ここ、ピクシーじゃなくて、ここ、不思議にしよう、不思議そうにしよっか。ちょっとここ往復しちゃおうぜ。ちょっとここ起点にしよう。ここ起点だ。これ毒の粉一発やったらいいかな。あー、で、ラッタに負けるんだ。ラッタに負けるんだ。うわ、きついな。これラッタに負けるのはきついな。もう技がな。毒の粉一回打って、普通に死にそうなの嫌切りして。あ、ラッタに負けるな。あ、でもギリ勝った。うわ、ズバッとか。これ吸血されると、あー、死んじゃうんだよな。うわ、ここきついな。ちょ、待って。ここやばいね。ここやばいっす。不思議そう、弱えな。マジで、超弱えな。これどう本に、これやばいな。うわ、体当たりと居合切りとかすげえいいんだけど、不思議そうが弱え。65回使えるのはいいんだけど、不思議そうが弱え。うわ、ミスったかな。うわ、ここセーブミスったかな。ピクシー。いや、ここはピクシーで倒そう。ここはとりあえずピクシーで倒して。とりあえずピクシーで怪力でどんどん倒していってるか、強っ。とりあえず倒して、倒すやん。で、ここ不思議そう、レベル上げできねえから、もうシルフカンパに行っちゃおう。毒のまんま。で、新アーボック倒そう。玉伏し行って、こう美味しい水用意しようよね。よしよし。んで、これ間に合うか。美味しい水、サンキューアダコーダー。んで、あ、やばい、行き過ぎた。これ行き過ぎた、痛いんじゃないか。トン、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 やべ。死ぬ。間に合うか？はっ。まだ死んでない。で、このアーボックをなんとかピクシーで倒したい。キュッ。いける。一回攻撃できたら、十分。毒ダメージ入る。毒針、まあ、毒対毒なら、別に大丈夫でしょう。矢切り。ヘビニラミ。まひったー。毒針。毒針は全然効かない。結構食らうな。うん、倍速にして、あ、ダメだな。これ、ダメだな。うわ、ここどうしよう。ピクシー。ピクシー。うわ、ここむずいね。PPA だ。まあ、預けたんか。あ、預けてねえな。PPA 弾に2つあるんか。
ここむずいな。不思議そう、レベル上げたいんだよな、どうにかして。でもここはとりあえず、ピクシーで、で、次の、スリープが、強えんだよな、めっちゃ。で、ズバットもね、あれなんだよな。苦手なんだよな。ズバッとも苦手。不思議そう、弱えなぁ、ズバッと。体当たり。体当たりと、居合切りはまあいいとして、体当たりいらんか、さすがに。これなんだっけ、これメガドラインだよな。メガドレーン早めに覚えさせて。でも誰に使うん？草タイプって誰に弱いん？草タイプって誰に弱いん？水？水以外なんかあるん？地面か。地面タイプか。アーボック、あそこのアーボック倒せんのマジで痛いな。ヘビにらみ、ここ何回かさ、やってさ、もう頑張って倒すか。頑張って倒そう。あそこのアーボック頑張って倒そう。何回かやって、倒そう。もう、これはもうセーブありきやからな、ここは。こういうミスが。あ、ミスった。まあ、倒せればいいから。力尽きてやんの。もう結局、こいつは絶対倒しとかなきゃいけんもんな。こいつは絶対。あ、じゃピクシーで、その絶対倒さんといけんところ倒していこう。もう、この下に行って。それは確定だ。確定にしよう。きついんだよなぁ。で、ここの下はこれまた見らんといけんという。またこれ全部取らなきゃ。めんどくせぇ。めんどくせぇ。めんどくせぇけどしょうがない。まずここの下。ここの下は倒さんでいい。で、あそこの下もいい。いいんかい。で、A 入った後、これも倒さんでいい。ん？ B。倒さんでいい。あれ？倒さんでいいやつ多いな。あ？修復カンパニーってほとんど倒さんでいいんだ。下に行く。で、ここも倒さんでいい。やべ。いや、死ぬ。その前に死ぬわ。倒さんで、ああ、間違えた。倒さんでいいやつ多いから死んじゃう、その前に。こうして、こう。こいつも倒さんでいいよな。あー死ぬなー。で、左上のこいつ。こいつは倒さないけんから。動画ーす。うわ、もう11しかないじゃん。で、怪力。ここまで倒せたら、榊も倒したかったんだけどな。まあ、それは無理だな。ズバッと。やっぱ相性悪いな。んで、エレベーターの鍵。で、ピクシー死ぬな、これで。間違いなく。まあ死ぬけどしょうがない。で、ここのアイテム取っていくか。で、ここを敵倒さんでいいからな。んで、ここのアイテム全部取っていって、高速で取っていって、もう全部倍速でいいから。もう一回見したから。あー。
ああ。あ、ここもアイテムないか。あ、もうないな。よし。じゃあ、こっち行って、こいつ倒さなきゃいけないったんや。突進か、絶対いる。倒さなきゃいけないったんか。あー、じゃあ、とりあえず、元気の塊をピクシーに使って、で、とりあえず、これ、不思議そうで戦ってみるか。バン。2体。何が出てくるんやったっけ？ワン力！ワン力やったらいいぞ。ワン力は相性いいぞ。空手チョップがめんどくせえけど。ヤギリ。だなもん。うわぁ。空手チョップ。まあまあまあ、効果。効果はな。まあ、ヤギリ。うわぁ、これちょっとあれだなぁ。うわぁ、空手チョップ使うよねー。急所当たりやすいからなぁと思ったけど、そんな当たらんけど、うわ、やば。ダメだな、不思議そう。バブル光線。よし。腕力。じゃあ、もういいや。怪力で。しょうがねえ。しょうがなし。うわー、ちょっと不思議そう、弱えな。あ、で、この隣。この隣、ここ。ない。ここなんでないんだろう。あー。取れないだけなんだ。じゃあ別にいいや。で、これ取って、技マシン銃取って、これ絶対いるから。んで、ここのやつを、あ、これ取ったんか。取ったからこっちね。ここ倍速いいよね。ここめちゃくちゃ長いから。待つの。金の玉取ってもいらんけど。で、ここの月の石いらん。んで、技マシン7、角ドリル。んで、こっち行ってないよね。こっち、これなんだっけ？これなんか全然覚えてないわ。いいくぜ。あー、これ絶対いるわ。絶対いるわ。んで、戻って、こうし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 て、ゴー。ゴー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 。これなんだっけ？あー、ここね。ここ、間違って戦っちゃったところね。で、すごい傷薬取って、で、これ特にない。榊倒しちゃうかな？バブル光線もあるし。不思議そうは戦えないから、不思議そう戦えないんですよね。まあ、このまま行くか。いい傷薬。あ、サンド出てくるんだ。サンド。うわ、メガドリン覚えさせとっけや、あれやったな。まあ、バルボーサに使っていくか。アーボ。まあ、アーボは相性悪いな。まあ、結局相性悪いからな。アーボとか。サンドパン、バブル光線。まあ、バブル光線使えるのいいか。毒の粉いらんか。毒の粉忘れさせちゃおう。メガドレインを、もう毒の粉忘れさせちゃう。もう意味ねえ。体当たりの方がいいか。いや、毒の粉か。ダメ。時間的にダメだな。で、いい傷薬使っておいて、いい傷薬だぐらいだったら、不思議そうに使う。で、サンドパンとかそういうやつが出るなら、メガドレインで、アーボ出てくるんだよな。まあ、怪力からの、サンド。おお、いいね。で、不思議そうに変えて、で、ミナドレイン。罰じゃないんかい。耐えたり。耐えたり。しゅっけ。で、次は、サンドパン。もう一回サンドパン来てもいいよ。あー、ボックか。ピクシーかな。で、怪力一発して。んで、開いて。で、これ取って。まあ、意味ないけど取って。
怪力がなくなったのか。歌ってあれにするか。あ、いわくだったら不思議そうに変えて、メガドレイン。ああ、嫌なことされたね。ちょっと嫌やな。マジで嫌やな。サイホン。ああ、サイホン関係ねえか。メガドレインして、倒して、いいね。で、ガルーラ。ガルーラは、きついな。嫌なことされてほしい。うわ、かわいいな、あそこの真ん中のやつ。これどうしよっか。バブル光線でいいか。よし、2回倒せるな、十分。噛みつくは全然効かない。まあガルーラに噛みつかれたらだいぶやばいけどな。まあ余裕です。ガルーラか、ペルシャンとかじゃないんだな。よし、でこいつは終わって、シリフスコープと、ここにいい傷薬があって、ので、1階に戻りの、戻っちゃダメの、1階あれか、穴掘るして、穴掘るできねえ、穴掘るして、んでポッポーで、ピジョンで倒し、戻って、じゃアイテム1個取ってないんで、これ戻ったこういう戻りの、はいはい、でここの奥、ここポイントアップがある。で、これ左のところは、あ、これはアイテムね。持ち物いっぱい。で、月の石いらないから、月の石捨てて、で、これも取って、あの、いらないと。で、一回アイテム整理かな。これ、美味しい水あげたっけ？美味しい水やってないよね。よし。で、美味しい水やってアイテム整理だな。さ、アイテム整理、まあ、サイコケース取って、アイテム整理したんだけど、今後どうするかだよな。不思議そう、レベル上げたいけどな。ずっとそれ言ってるけどね。むずいんだよな、レベル上げがな。とりあえずアーボク倒すか。とりあえずアーボク倒そう。こっちね。ここの奥のアーボックね。ここのアーボック倒すのは全然いいんだけど、上のワンリキどうしようかな。ワンリキ、ゴーリキか。あ、PPA だ。突進。歌う。よし。歌う、確実にいけるな。まあ、歌ってどうするか。メガドレインは意味ないし、まあ、バブル光線かな。あ、目覚ました。やべ。まひっちゃったよ。まあ、でも、ここね、何でも直しあるから、一個。どっかで取ればいいや。どっかで取ればええやん。ただ、それのためには、この、カードキーがいると。さあ、何でも直し取りますか。アイテム整理したから何でも取れるぞ。これ、9なんだっけ、まあ、いいや。そしたら、1から行きますか。1?おー、なるほど。あ、じゃあここいいじゃん。こういった後、ここに来るやろ。じゃあここ開けて、でここも開けて、でこれが1。まさかのこれが1で2。あー、なるほど。結構敵と戦わんといけんくなる可能性があるのか。じゃあここで一回戻って、ここからの、
ここだ、次の上だ。上行って上行って、ここに敵がいるからスーッと上で無視して、よし、んでここで、これ何でも直し、穴抜きの火も元気の塊で、何でも直したら速攻で使う。はい、よし、んで何でも直し速攻で使った。次なんかある、知らないものがある、ここ、ここ、あれ、ここ PP エイダー、 PP エイダーか、 PP リカバーがよかったな。んでカッコ6、あ、カッコ6か。で、これで、てか、あるやん。ここあるやん、カッコ6。タオリンか、いらんな。タオリンで、で、次、一歩上がって、一歩上がってからの、M。ここね。M は左上のあそこのワープのところだな。マックスアップと、あとなんだ、欲当たる。うん。まあ、欲当たるは使えるからな。んで、まあ、とりあえず上に行って、上に行ったら、A、B、CP 意味ないということは、これ上に行って、で敵がいるけど無視、銃がある、ここの、あれ、あれ、なんだなんだ、ここ草むら、違う、若干違うんだよなこれ。これなん、どこだろう、 A、 B、 あ、ここか、ここじゃないな、じゃこれ上に行って、あ、で、ここの右下のところにあれがあるわ。アイテムがあるわ。これ敵か？こいつら。ん？いや、アイテムねえし。間違えた。回復はあるな。あ、ここあるんだ。はてな。これ敵。お前下向いとったよ今。お前戦うんか。ゴルバット。レッドビームかな？ちょっともったいないけど。まあ、一発で倒してくれる。よし、オッケー。PP エイダー使いたいけど、あれやな。PP エイダー使いたいけどもったいない。スリープ。無理。ここ、冷凍ビーム、撃つか。ピペーダ使いたいから。混乱した。よし、大丈夫。スリーパー。冷凍ビーム。やばい。念力、やばい。混乱、冷凍ビーム、これ。催眠術、やばい。僕の笛。金縛り、冷凍ビーム。よし。やばい。僕の笛。で、一回残して、いや、もうレッドビーム使っちゃう。全部使っちゃう。よし、OK。で、PP で使っちゃおう。よし、これで全回復。で、ここの奥の、
こいつは喋りかけちゃいけないんだけど、ここにアイテムがある。満タンの薬か、いいね。ここにある、ここに何かがあるっていうのは調べとるけど、何があるかはわかんないんだよな。で、この上の、あれがあれか。問題の、ゴーリキーだな。ここなんだよな、問題は。ここ大問題だからな。ここ問題なんだよな。ここどうしよっか。すごい傷薬。これなんだっけ、突進か。うわ、突進か。突進はまだか。どうしよう。ピクシーで一発で行きたいから、すごい傷薬使うかな。待て、不思議そう。もう不思議そうの、宿り木の種回復ちょっとやってこいつ倒すかな。シャワーズじゃちょっとボコボコにされるもんな。ピクシーしかないよな。じゃあここ一旦保留で。ここ一旦保留にして。で、あとは特にないんだよな。ここ一旦保留だ。この、ここの自身超欲しいけど、一旦保留で。んで、一旦保留にして、シゲル戦。シゲル戦の方が弱いか。多分だけど。あ、待てよ。敵と戦いたくないから、違った。こっちか。敵と戦いたくないから、こっちから行く。シゲル戦の方が弱いよな、これ。最初ピジョンだろ？シゲル戦なら、いけるはず。まあ、回復しながらでもいいし。最悪な。よし、さあ勝負。ピジョンで、ピジョットか。ピジョットからの、レベル37もあるんだ。まあ、レッドビーム。うわ、砂かけ、相手の方が、相手の方が早いんだ。結構、うわ、ちく倒せない。これ。うわ、マジか。バブル光線かな。よし、ショーアザス。100%。よし。ま、前回は2回外したけどね、100%。で、たまたま。まあ、レッドビームかな。たまたま。たまたま光のガビやってくるかな。いや、そんなことせんどこう。その変なことせんで、レートビームと。なんか光の壁とかあると思うけど、やめとこう、やめとこう。ダブル42。ギャラドス破壊光線とか持ってないよね。こいつは怪力か。うわ、ギャラドスレベル35っていうのはいいな。急所、最高。噛みつく。72からの54。結構食らうな。レベル35に対して、やっぱ結構食らうな。で、フーディン。まあ、フーディンは別にどうでもいいな。こっちの方が早い。あぶね、相手の方が早い。まあ、サイキック光線しか持ってないけど大丈夫。よし。まあ一撃だよな。で、リザード。うん。まあ、リザードンはバブル光線かな。はい。怒り。ゴミ持ってる。でも結構食らう。なんで？うわぁ、そのゴミ技や、めっちゃいいな。これちょっと不思議そう、レベル上げるか。もう怒りしかやってこねえから。
りはそんな食らわんよ。67からの17、うん、まあまあやな、まあまあ食らうな。まあ嫌気味で、うわでも結構食らうな。あダメだダメだ、全然ダメだ。意外それは結構食らう。怒りでもさすがにレベル差あったらやばいか。どうしよう。まあすごい傷薬使っても全回復する気いっか。怒りで、あ全然食らわんな。うんやっぱレベル差か。よし、オッケー。で、一回回復するのもありやな。一回回復していいかな。一回回復するなら、すごい傷薬、200だよな。一回回復するなら、行っちゃうか。あそこ。怪力。あ、ここでもいいか。帰り切っちゃうか。10回か。ここ。いや、さすがにいける。HP マックスならいける。HP マックスならいけるだろう。ゴリキーね。ゴリキー、仮キーでゴリキーね。こいつがやべえんだけどな。帰り切り。帰り切り持ってるゴリキー。ドーン。睨みつける。睨みつけるんだ、そこ。さっき散々空手チョップしてきたのに。クソ弱。なんだよ、クソ弱いじゃん。で、このアイテムね。し。これと、不思議な目と、地震。しゃ。し。あ、あー、油断した。なんか出てきた、コイル？あ、コイルやったら不思議そういけるんじゃない？電気効かないし。ソニックブーム、チョンパ。よし。チョンパならいい。メガドレイン。あんまり回復せんな。ソニックブームめっちゃ食らう。ソニックブーム食らうな。ガリキ。ソニックブーム食らう。すげえ食らう。ドガース。ダメ。もう、不思議そう弱えな。ピクシーだけでいいじゃん。使いてとかそんなレベルじゃねえな。で、自信が使えるんだよな。不思議バナになったら。あれ？不思議バナって自信使えるよね。これを使いたいがために、不思議草を育てようと思ったんだけど、自信覚えるよね。あ、自信覚えねえんだ。自信覚えねえんだ。じゃあいらねえじゃん、こいつ。あれ、自信覚えねえじゃん。自信覚えるかと思ったけど。葉っぱ買ったらレベル30なんだ。え、じゃあもう不思議スーパーな、不思議そういらんわ。だって、呪言で戦って、まあなんか、メガドレインとかしようかなと思ったけど、その前にオーロラビームでやられちゃうな。いらんわ、不思議そう。今更。ちょっとレベル上げてからいらないっていう。シゲル戦終わって、次は榊戦か。榊戦ぐらい全然余裕か。4回に行って、3回やったね。まあ、佐々木戦も倒して、で、今日行くか。こう行って、こう行って、で、ロケット弾があるけ、ロケット弾もサクッと倒して、行きますか。ラプラスっていうね、手もあったんだけどね。まあ、ラプラスの前に、波乗り使うやつを手に入れないといけないから、しかも15は使えないんで、さすがに。15、ラプラスレベル15だからな、ってガラガラね。これバブル光線足りるよね、しょ、あと7、あと8もあるけど全然余裕やな。
よし、いけいけ。ガンガンいっちゃえ。ガンガンいっちゃえ。ここはガンガンいっていいだろ。ミドリーノは怪力。はい、バイバイ。これバブル光線でやって、次はレベル44いいね。ガルーラ。ガルーラは怪力でドン。で、バブル光線か、冷凍瓶もバブル光線でいっか。よし、オッケー。で、サイホンはバブル光線。はい。で、最後のやつは、二度クイーンだからバブル光線でオッケー。バブル光線2回かな？ふぅー、ギリギリ耐える。よし。で、マスターボールもらって、まあ、マスターボールいらんけど、モンスターボール無限だし、強いポケモン使っちゃいけないから。よしよしよし。で、ここで戻って、あれ？なんかアイテムがある。あれなんだ？え、ここ何階？ここ何階ですか？こいつに喋りかけると、ラプラスもらっちゃうからダメなんだよな。あれ、あそこ何階なんだろう？まあ、いっか！アイテム1個ぐらいいいやろ。で、あれがね、すんごい大事なアイテムだったりするんだよ。じゃあ、ここクリアしたから、あとは、カツラと、京都、あれだから、もうポンポンポンって言っていいな。で、シャワーズは、あそこのカツラ線でちょっとレベル上げて、まあ、波乗りちょっとなくなっちゃうけど、波乗り、もうピクシーでいいよな、全部。よし、じゃあ、今日戦って今回は終わりにしよっかな。と思ったけど、あれか。歌うそろそろいらんかな。いや、バブル光線いらんかな。歌うもいらんよね、さすがに。歌ういらんやろ。歌ういらんよな。歌ういらんよね。まあ、でもとりあえず歌いまくって、敵倒していこう。で、技なくして PPA だ使って、ていくって感じかな。スリープ、歌うんで、ここでちょっと不思議層に変えて、不思議層いらねえからこいつで、メアドレイン使っちゃって、いるわ。まあ、ピクシーに変えて、で歌って、で、まあ、レッドビーム打っていきますか。一撃かい。そうか、不思議そう、あれか。回復に使えるからいるか。ユンゲラ、ユンゲラ、まあ歌うか。歌う、当たんねえな。よし。で、歌うもな、うわ。歌うもなくしちゃっていいからな。で、冷凍ビームガンガンやって、スリープ、歌う。歌はあんま当たんな。なんか俺が使うとき大体、なんかここぞっと使うとき大体当たってたんだけどな。もう歌ういらねえわ。ちょ、もう忘れさせるものがないんだよな。よし。で、強戦の前に最高記念数覚えさせて、なんとかしていくみたいなね、感じでね。歌う。よし、オッケー。じゃあもう一回歌う。歌当たんねえな。歌うなくなっちゃったよ。レッドビーム。レッドビーム。オッケー。ちょっと待てよ。倒せるかな？バブル光線。倒せそうにない。うわっ、いや大丈夫。よし。ギリギリ。ギリギリ悪あがきでなんとか。よし。そしたらギリギリ、まあでもこれで一回回復させて、すごい傷薬使って回復して、
で、あとサイコキネシス連打で倒せるよね。で、サイコキネシス全部使っちゃっていいから。で、回復させて、で、サイコキネシス覚えさせて、持ってきてないし。持ってきてないし。わ、ここめんどくさいな。持ってきてねえんだよ。サイコキネシス何歩だっけ29? 引き出す。これか。サイコキネスを覚えさせる。で、歌ういらん。もうフルアタで。あ、歌うちょっとな。あれだったかな。まあ、ずっと運が良かったけ。ずっと使えとったけど。ま、さすがにもう無理です。ここは慎重に行って、回復したよね。で、ここでセーブよ。で、今回はもうここでセーブしていいかな、別に。次のところ、次のところ、双子島に PP マックスかなんかあるから、まあ、それ取りたいけど。あ、夏目線。夏目線の目の前でセーブしよう。夏目線の目の前でセーブして、で、なんとか夏目線倒して、で、即セーブ。これよくない?で、これサイコキネス。これサイコキネス連打。もうこれもう別にいらん。もうこいつ、ただのゴミなんで、ただの雑魚なんで、何の心配もないわ。何の心配。これ自爆して別に死んでもいいよ、別に。全然自爆して死んでもいいわ。はい、自爆。はい、オッケー。はい、終わり。はい、で、毒毒ゲット。で、毒毒をどこで使うかやな。よーし。じゃあ、ディグダで穴を掘るできないと。じゃあ、戻って。で、ピジョンで、山吹シティの、夏目の目の前でセーブして終わる。で、次回、速攻で夏目倒して、で、速攻でセーブする。で、夏目線から。あ、夏目線。そう、夏目線から。し、もう目の前でセーブしちゃおう。ここでセーブしちゃおう。セーブ。で、次回終わったら、次の戦闘入るまで、すぐセーブできるから。といっても、ポケモン屋敷で、強制的に戦わないけんところは一つあるから、あそこめんどくさいんだよな。でもいいよね。ここでセーブできるの超でかいよね。だって、無理やり勝てばいいもん。技ねえ。あー、でもこれ最高ケースもったいないか。まあいいや。とりあえずここでセーブしちゃったから。いや、もうなんなら不思議そうでも勝てる。何回でもやったらいいから。ね。